こんにちは、ふみです。本日は、今来ているですねサンリオコラボの、期間がもうすぐ終わるということで、まあ、最終評価的なところでですね交換所の解説をやっていこうと思います。まあ、先ほどね動画出したんですけども、まあ、サンリオ終わると同時にマーベルコラボが来るということで、まあ、結構ね、まあ、石10ということもあってねマーベルのキャラたちかなり強いですので、まあ、基本的には交換するのはあんまりおすすめしない状態ではあります今。まあ、なるべくねフェス券とか使えるものは取っておきたいなっていう感じはあるので、あんまりおすすめはしないんですけども、まあ、サンリオのねキャラも使えるというところで、まあ、サンリオ結構引いてね余ったよっていう人は、まあ交換もしたいのかなというところで最終評価を、お話ししていこうと思います。まあ、そんなに正直本当におすすめがいっぱいいるわけじゃないので、今回は上位3体3選ということで、ご紹介していきましょう。はい、早速ですが一番おすすめは、まあ、皆さん分かっているかなとは思うんですけども、闇の大魔女ハローキティですね。まあ、何が強いかというと、まあ、リーダースキルでまず卵ドロップ率が上昇というね、まあ、結構特殊なリーダースキルになっております。まあ、いわゆる周回ポチポチ周回パですねにおいてはかなり、まあ、代用の効かない、ね、キャラとなっておりますので、まあ、そういうポチポチ系の低難易度周回をするっていう方で、まだ持ってないよっていう方は、まあ、ここはね1体持っておいていいと思います。はい、超覚醒込みでダンボも、3になれてスキブも持っているということで、かなり貴重です。でリーダースキルでですね追加でドロップを消すと固定50万っていうのがあるので、まあ、もちろんポチポチもそうなんですけど、まあ、ドロップ1個消すだけで、敵がね消し飛ぶっていうあの強いリーダースキルでもあるので、はい、まあ、代用はできないということで持っておいていいでしょう。まあ、なのでですね周回系しない方、まあ、いわゆるメダル系ですよね、コラボとか来た時に、まあ、周回するとねメダル落ちたりしてそれを交換してまた何か交換するっていうのが、まあ、いつものパターンですけども、それやらない方は交換しなくても大丈夫です。はい、究極もね使わないと思うので、まあ、そういう用途で使わないよっていう方は特に無視してもらっても大丈夫です。はい、ということで1位は闇の大魔女ハローキティですね。はい、そして2位は、こちらウィッチアルジェキティになります。まあ、ここはねこっから下のキャラたちは正直そんなにおすすめではない。まあ、今別に無理して取りに行く必要はないかなと思うんですけど、まあ、別にねあの弱くはないです。あのウィッチアルジェキティも、まあ、今からね紹介する3位のキャラも弱くはないので、まあ、それこそねこの上の方のサンリオキャラが余ってるよって人は交換してもいいと思います。で、まあ、何が強いかというと、まあ、いろいろな人がね使っているとは思いますが、まあ、3ターンでループして、無効貫通スキル、プラスロック解除陣が使えてですね、火力も出て浮遊も持って、まあスペック的にはかなり高いんですよね。まあ、ですが持ってないとここのダンジョン行けないよねとかもないですし、まあ、むしろね多色ちょっとまあ組むのめんどいっていうところもありますし、まあ、あとは今後どう多色が強くなるかにもちょっと評価が変わってくるんですけど、まあ、低難易度中難易度行くぐらいだったらウィッチャルジキティかなり強いので、まあ好きな方とかはね多色好きだったりそういう方はね取っておいてもいいんじゃないかと思います。まあ、もしねループしたいってなると3体必要、まあ自陣で最低でも2体は必要にはなりますが、はい、1体持っておいても、かなり強い使い方は、できるかなと思います。はい、そして第3位こちらデレンウィッチノルザキティです。まあたまにね使っている人いると思います。まあこれも周回ですね、攻略というよりは周回で使うので、まあ、一応おすすめはできます。周回勢の方にはおすすめはできます。自動回復持ちで、つなげ消し強化の水ですね、だから水のつなげ消しパのサブとかですね、あのキリミちゃんとかもそうなんだけど、まあ、その辺を
まあ、使うっていう方だったら、まあ、1体持っておいてもいいんじゃないかなと思いますね。まあ、スキルも消せない覚醒無効全回復プラスロック解除横2列なので、まあ、周回キャラとしてはかなり強いと思います。で、まあ、4ターンで打てるので、まあ、4体いればループできはするんですけども、あんまり4体使っている編成は見ないですかね。まあ、2体編成が一番見るかな。2体もしくは1体、まあ、他にどのキャラを持ってるかにはもちろんね、あのキリミちゃんの数とかにもよりますけど、まあ、そんなに 3,4 体使っている編成はないので、まあ、1体持っておけばどっかで使えるかなと思います。まあ、1体2体が、うん、いいかなっていうところですね。まあ、これも1位と同様ですが、そういう周回系をしない方はですね、特に必要ないキャラとなっております。まあ、これに関しては1位と違ってポチポチ周回というよりは、コロシアムとかそっち系ですね。まあ、シバドラがね使えなかったりするパターンもあんまりないけど、まあ、ちょっと火属性じゃ生きづらいっていうところを水属性で行ったりするパターンで、まあ、水の周回パーをね使うこともあると思うので、まあ、そういう時にはね全然活躍はできるキャラだと思います。まあ、1体2体はいても1体かな、まあ、1体いてもいいかなと思います。まあ、ただ、たまに余裕がない人は全然スルーでも大丈夫です。2位3位はねスルーで大丈夫です。たまに余裕がない方は、たまカツカツでも周回ポチポチ周回したいよっていう方は、まあここはねちょっと頑張ってもいいかなと思いますが、まあ他は特に、はい、これがいいというキャラはありませんので、まあ、フェスゲンとかもね次のマーベルコラボにとっておいて、使うのが一番無難かなと思います。まあ何はともあれちょっと武器がないのがね今回のこの、このレアリティのサンリオキャラちょっと渋いので、まあ、次回のコラボとかで武器になればもっといいんですけどね。まあ、とりあえず評価はこんな感じでしょうか。まあ、最終評価といえどそんなにねサンリオコラボ初期とあんま変わってないっちゃ変わってないかもしれないんですが、はい、こんな感じかなと思います。まあ、ちなみにですけど、さっきねツイッターじゃない X でもつぶやいたんですが、まあ、このベロアですね、ベロアがベロアキティが欲しいからってガチャを引くのはおすすめしません。まず星7以上はほぼ出ないですし、魔法石5個ガチャなので出ないですし、もう次ねすごく強いコラボが控えているので、とにかく石は取っておいた方がいいので、頑張ってね、交換してください。ベロは欲しい場合はね、まあ5体ぐらいだったらね頑張れるかなと思うので、はい、ガチャはおすすめしません。はい、ということでですね、以上、サンリオ交換所解説でした。期間が11月10日23時59分までなので、あと2日ぐらいですかね。まあ、交換したいという方はぜひ忘れずにですね交換してください。はい、ということで本日は以上です。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。ちなみに12月3日にですね私の生誕祭がありますので、もし興味のある方は概要欄をご覧ください。絶賛チケット発売中でございます。それではさようなら。しげしげチャンネル。